こんにちは、日本改革党くつざわです。生ハゲの息子と姉様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。世界は三浦春馬で溢れているなんていうですね、わけのわからない、選挙ポスターですね、故三浦春馬さんの画像と名前を勝手に使用した N 党ポスターにアミューズが声明出しました。利用を一切許諾しておらず、当社は東京都選挙管理委員会に対し抗議しております。このような事態に当社は強い憤りを覚えており、またご遺族も大変心を痛めております。当社が行った抗議の趣旨はパブリシティ権の侵害です。公選法とかそういうんじゃなくて、著作権、パブリシティ権、三浦春馬さんの画像とか映像とかの、権利をアミューズが、事務所ですけどね、持ってんでしょうね。世論です。立花から買った枠か、これは悪質だな。三浦春馬への冒涜でもある。さすがに一線超えてる。三浦さん勝手に使われてかわいそう。もう静かに眠らせてあげなよ。これで選挙ポスターや凱旋への何らかの規制ができるんだろうね。亡くなる前も苦労していたのに、亡くなってからも利用されるなんて、この人本当にかわいすぎる。なんでこういうこと平気でできるんだ。胸クソ悪いわ。立花最低ですね。早く刑務所行けばいいのにな。これが嫌悪感を生じさせるような、なんていうのかな、目立てばいい。これの趣旨が全然わかんないですけど、これ QR コード貼ったけど、どっかに飛ぶのかな。どうせ金のためにやってんでしょ、飛ぶとこもさ。嫌悪感を感じますね、こういうとこやっててね。アミューズが強い憤りを覚えてるらしいんで、とっちめてあげてくださいよ。N 党立花が刑務所に行くようなとっちめ方してくださいよ、アミューズさんにはさ。あと反復責任者なんかも記載してねえし、そっちの方でもね。全く最低ですよ。早く刑務所行けって感じ。辺野古基地工事現場で40代警備員と反対派70代女性がダンプに引かれ、警備員は死亡、女性は骨折。女性がダンプの前に飛び出して工事を妨害しようとしたのに警備員が巻き込まれた模様であります。世論です。ついに一線超えたな。三浦春馬のもう一線超えてるけど、これも一線超えましたね。パヨチン、これどうすんの。まさか警備員押してないよな。人殺しじゃん。事故というより殺人事件。警備員の足引っ掛けて転ばせたって情報あるけど、マジ？人の命より主張が大事って最低だな。この女逮捕しろ。どうせ日本人じゃないだろ。コラボが未成年使って座り込みしてた場所。このバカ女の名前は一人で死ねを巻き込むな。警備員の人がかわいそすぎる。わざと飛び込むやつなんかほっとけよ。遺族にはたんまり請求してくれと。亡くなった警備員男性、気の毒すぎますね。慎んでお悔やみ申し上げます。勝手にダンプの前に飛び出す気違いなんかほっとけばよかったのマジで。怪我をした女性がすり抜け、ダンプトラックの前に飛び出そうとしたため急いで精神に入り一緒に巻き込まれたと記事にありまして、巻き込まれた方が頭部破裂、車タイヤで引かれちゃったのかな、頭な。頭部破裂で巻き込んだ方が骨折で済むっておかしくないですか。足引っ掛けて転ばしたっていうのが事実かもしんないですね。情報が錯綜しておりますが、それだと密室の行為の殺人ってことになりますよね。基地反対派の正体はですね、中国共産党プラス北朝鮮政府プラス韓国政府、乗っかった日本共産党社民令和など、あと中核派なんかもね、中核派は令和と一緒か。どいつもこいつも日本人はなるべく多く死ねばいいって思ってる人でなしどもで、日本と日本人の敵ですよ。これの事件を受けてもまだ反対派は工事現場に出張るつもりなのかね。こんなことがあっても反省せずに、出張るかもね。日本人苦しめばいいって思ってる連中ですからね、こいつね。
読売新聞 NHK 契約数が4年間で100万件減少、滞納が72万件から166万件の94万件増加、テレビ離れが進む中減少トレンドを抑えることはできるんだろうか、読売子会社の日テレお前もな、売り上げ60億円増やすために、経費を150億円増やしたっていうバカな日テレお前もな、世論です。人口減ってんだから当然だろ。減った100万の多くは高齢者が亡くなった分だろうな。もっと減ってどうぞ。単純に嫌われてるだけでは。テレビ持ってない若者も多いだろう。 CM だらけで中身はスカスカ、NHK は CM ないんじゃないか。特別宛てどころ郵便って住所しか書かれてない郵便来るけど、それこそ受信料の無駄遣いだからやめたら。テレビという新たな負債抑えられるのかとか言っちゃって本当は分かってんだろう。再放送ばっかりでよくこんなんで金取れると思うわ。支出を減らさず赤字ですって言われても、4年間で100万件減少、年間25万件減少と思いきや昨年は37万件減少してますね。加速ついて来年、今年は50万件減少とかになるんだろうか。年間約160万人が亡くなってるんで37万件でも少ないって思いますけどね。今年は170万人ぐらい亡くなるんじゃないかって予想されてますんで、37万件以上の減少が見込めますね。50万件とか減っちゃえばいいのにね。テレビ離れの原因は NHK のせいって部分も大きいですよ。テレビカードは NHK 区からやだっつってテレビ買わない人多い。今はなくなったけど下請け集金人の悪質さときたらそれはもうひどいもんで、ドアにマジックでバカとか書いてくし、庭におしっこしていくとか、現在はウーバーみたいな直接契約の個人事業主集金人550人、下請けじゃなくて、で、全国をカバーしております。何十何百もの契約が見込めるですね。ホテルや大きな病院には、NHK 職員が直接出向くんだって、内部情報ですけど、契約を促す名前がない住所だけの特別宛てどころ配達郵便は捨ててください。それが来たってことは NHK はその住所に人が住んでるかどうかも把握してない、分かってないってことなんで捨ててください。あと割増金被害者を探しております。割増金を払ってしまった方、あるいは今請求されてるって方と連絡取りたいです。よろしくお願いいたします。三菱重工子会社三菱重工機械システム、社員の高齢化と部品調達が困難として新分離転機の心臓停止、新しく作りません。事業撤退を発表、もうここの会社が新分離転機を作ることはないと、1966年から輪転機製造し国内シェアは約5割でした。2036年まではアフターサービスするが以降はしないと発表。あと12年メンテナンスしてくれるけど12年経ったらもうあれですよって話。世論です。ざんまー。新聞は枠なし、新聞の終焉だな。新聞はもうエコじゃないよね。重工も新聞なんぞ吸ってる場合じゃないからな。社員が高齢化イコール要は将来性がないんで若い人を配属しないですっていうことだよね。採算取れない事業からの撤退は投資家に評価されるんで株上がりそう。新聞社も半減でいいな。メンテできる人間の定年と同時に消滅と。これ朝日新聞の記事ですけど、三菱重工は徴用工に金払えてギャオギャオ騒いでたからいい気味ですね。散々ですね、市の商人とか平均作って大儲けとかも言ってたしね。シェア5割が生産停止になると一気にブルーオーシャン化してですね、輪転機の天井が輪転機の値段上がりそうですね。例えばですけど、アサヒビールがいきなり生産やめたらキリンは値段上げますよね。だって高いことを言われても買うしかないなら買うしかねえもんね。2036年まではメンテしますってことなんだが、そこまでは頑張れないで廃業しそうな新聞社もちらほら。あと12年も持たないよね、赤旗なんかね。多分ね、全国紙なのに100万部を大きく下回ってる毎日は言わずもがな。あと12年も頑張れないですよね。残念なことに産経もやばいですけどね。あとは政教新聞はしぶとそうだな。なんか気づけば朝日
に迫ってるらしいもんね、部数ね。2018年に起きた照準レーダー照射事件ね、再発防止策をまとめた文書に署名したと林海亀官房長官が発表。どんな約束しても守んないのにバカみたいバカみたい、本当に自民党世論です。やっぱ自民党じゃダメだな、バカみたいな文書だな、都合よく丸め込まれてんじゃねえぞ、どうせ守れない、守らないんだから無意味、韓国からの謝罪もなしに終了か、岸田はヘラヘラしてるだけで何の役にも立たんな、増税してるね、何の役にも立たないけど増税はするね、機密でも何でもない文書なんだから全文公開しろよ、ウミガメ再発防止が図られ相互信頼の強化につながるとか言ったらしいんですけど、どうせ守んねえんだし、竹島占領してる敵国に何が相互信頼だって話だよね、韓国政府はどんな合意や協定や約束しても守りっこないのはこれまでの実績見れば明白でしょ、そんな文書と文書取り交わして何の意味があるんだって、そんな文書ね、使用後のトイレットペーパーより価値ねえよ、むしろ害悪だわって話。今日の単身です。日経ビジネス、大阪万博にかこつけて周辺地域開発に13兆円も投入されるんだけど、中抜き中抜きで維新の懐潤っちゃいますね。メタンガスが湧こうが硫化水素が湧こうがやめない理由ですね、ゼネコンも儲からせておけば今後のパー券購入も期待できるというもの、自民がダメすぎっから維新に期待って言ってもこんなんだから、事実は万博始めてから右肩下がりですね、本当にろくな野党ないですよね、13兆円、税金でしょこれ、税金さ減税されないわけだよな、片っ端から使っちゃうんだもんね。角川、収益化サービスを利用している一部クリエイターの個人情報盗まれたわ。私ニコニコに2000本近い動画上げてるんですけど、当然私のも漏れてるわね。まあ知られて困るような個人情報もないんですけどね。これは本当にもうダメかもわかんないですね、ニコニコも角川も。小林製薬紅工事によると見られる死亡者が76人に達したと発表。武見厚労大臣、小林製薬の判断により死亡者数の報告をしなかったことは極めていかんと、現在までですね、死亡者は5人ぐらいかなって厚労省に報告してて、それがいきなり76人に増えましたって言われりゃ厚労省も驚きますよね。76人の遺族には小林製薬が何らかの保証をするんでしょうね、厚労省もね、遺憾で済ませないで再発防止のために何かやれよって、それが一番大事でしょうよ、再発防止がさ、しかし N 党に嫌悪感マシですね、三浦春馬さんのファンだった人も N 党を憎んでいいですよ、 N 党を攻撃してもいいですよ、アミューズさんもちょっと調子に乗ってる立花とっちめてやってくださいよ、お願いしますよ、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。